結構殴ったらひるむんで。あれ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 、これこれ来たんでは。なんだ、え、終わったろ。さあ、ということでボス攻略やっていきましょう。まあ、今の状態なんですけど、まあこんな感じですね。はい、まあ防具の方は適当で、で武器はこれ青銅矛ってやつを1強化しております。これめっちゃ強くて、火上げると、はい、まあ適性が合ってるんで火力が上がるって感じですね。で今回ね、戦っていくやつが結構大変で、なんかよくわかんないんですよね。炎を飛ばしてくるやつで、まあやってみますか。とりあえず火力上げて、防御上げて、はい、行きましょう。さあ、でこいつ、はい、ダメージは通ってますね。どんどん殴っていくか。結構殴ったらひるむんで。あれ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 、これこれ来たんでは。こいつよろけるぞ。ジャンプ、はい、いやいや、殴れ殴れ、あいだ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 、さすがにダメか。オッケー、回復して、いやいや、はい、オッケーオッケー、回復、一回防御上げて、あれよろけなくなったな。はい、回復、あ、もしかしてこれかな。火力上げると、ちょっと、はいはいはい、よいしょ、はい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 、はい、なんだ、え、終わったろ。よくわからない。ゴタクはあの世で並べやがれ。どうしたの兄貴、久しぶりに例の。え、もたもたすんなや、ほら。ああ、いいんですか。シャキーン、天なる竜よ、我らが仇絆と志、おう、ご賞覧あれ、ご賞覧あれ、ご参照あれか。無法者、上等だ、腐った役人は法じゃ裁けねえ。義による刃で手にかけた悪党は数知れず、だが拉致が明かねえ。戦続きじゃ善人ばかりが死んでいく。この部は罪なき人々を救うため振るうべし。ただの荒くれでは終われねえ。世に笑顔を取り戻してやれ。青龍のごとき強き義兄の志を持って。さあ、青龍だ。最初もドラゴン出たけど、かぶってない？ドラゴンかぶり、ドラゴンかぶり多いんじゃない？ちょっと登園以来だ、グッときたぜ。うん、久々に魂が震えたぞ。リュービー、兄者、ご無事で。兄者、後期の兵らはここから撤退したようだ。やったやった。の奥から
構想へ抜けられよう。 Thank you。 我らも後を追う。また会おう。それまで勝手に死ぬんじゃねえぞ。これはどちら？孫権。策はあるのか、曹操殿。曹操が餌となり敵を引きつける。ほうほう。その隙に別動隊が聴覚を狙う。悪くない。だがどう迂回させる。聴覚もバカではない。備えを残されると。おお、うん、先ほど見つけた裏道です私です。すいません。気に入った。とんだ広いものだ。こやつはわしが連れて行くぞ。好きにされよ。虎殿は言い出したら聞かんからな。この孫権についてこい。ついていきます。手柄を立てたいのならな。手柄欲しいです。 Thank you。 さあということでクリアしたんで次に行きましょう。